夕方スーパーへ、カミさんと買い物に行ったときのこと。最近寝不足気味だった俺は、駐車場で車のシートを倒し、寝ながら待っていた。うつらうつらしながらいい気持ちで眠りかけていたら、突然、ガンという音と軽い衝撃。寝ぼけていたので、よく状況が飲み込めていなかったのだが、車の外から、親子の会話が聞こえてきた。子供、あっ。 ドアぶつけちゃった。母親。だからいつも言ってるでしょう。ドアを開けるときは気をつけなさいって。傷つけちゃったじゃない。まだ新車なんだからさ。ぶつけた俺の車四年も乗ってるのだが新車に見えるか母親。ああ、白くなってる。パパに叱られるわよ。白くなってるって。俺の車の色は。 白だぞ、隣のオデッセイは赤だったな。大体いい、パパって、俺子供いないし。やっと、ここで目が覚め状況が飲み込めたので、シートを起こし、隣の車を見た。羽のついた赤い車庫コタンオデッセイのドアのあたりを親子が見ている。当然、俺のところに謝りに来るだろうと思って、車の中で待っていたら、親子は、 車に乗り込み、エンジンをかけて、そのまま出て行こうとしたので、慌てて車で追いかけ、パッシングクラクションで、その車を停車させた。俺は、車から降りて、自分の車のボディに、赤いラインと凹みが入っているのを確認し、相手の車の運転席のスモークガラス窓を叩き、外へ出るように言ったのだが、黄色い髪の毛の母親は、窓を少し開けただけで、 何の用ですかと言ってきた。俺、他人の車に傷つけといていなくなり、挙句の果てには何の用とは。どういうこと母親、いや誰も乗ってなかったので、探すことができなかったから。俺、は確かにシート倒してたから見えなかったかもしれないけれど、店に連絡して店内放送してもらうこともできるだろうが。 乗ってなかったら逃げてもいいのか。と文句を言っていた途中、オデッセイは、急発進し逃げようとした。が、逆に駐車場へ入ろうとした車と接触事故を起こしてしまった。その後は、俺とぶつけられた車の運転手に、警察が来るまでみっちりと説教され、警察が来たら、北で、整備不良でこってりと絞られていた。当然。 修理代は全部払ってもらった。